어이. 小さな村でのんびり暮らしていたコッコ貝の少女リンクル。彼女は小さい頃から自分が勇者の生まれ変わりだと信じていました。ある日のこと、ハイラル城が魔物に襲われているという噂が村に舞い込んできました。それを聞いたリンクルは颯爽と緑の衣をまとい、おばあちゃんからもらった古いコンパスと得意のボウガンを手にして村を飛び出しました。地図とコンパスを頼りにハイラル城を目指すリンクルでしたが、やがて怪しい雰囲気の森に迷い込みます。するとそこへ不思議な仮面をつけた子鬼が現れ、リンクルは大切なコンパスを奪われてしまいました。あのコンパスは多分勇者の証、絶対に取り返さなくては。リンクルにとって初めての試練が始まろうとしていました。Yeah!
Yep.
ハイラルに平和を取り戻すため村を飛び出したリンクル。彼女の手にはおばあちゃんからもらった大切なコンパスがありました。旅に出て間もなく、リンクルは突然現れた子鬼にコンパスを盗まれてしまいます。リンクルは子鬼を追いかけて返してくれるように説得しました。すると彼女の思いに応えるようにコンパスは不思議な光を放ったのです。やっとの思いでコンパスを取り戻したリンクルはもう盗まれないようにと首にかけました。どうして光ったのかは分かりません。どんな力があるのかも分かりません。けれどもこのコンパスは多分勇者の証。勇者の力を発揮すればハイラルの危機を救うことができる。決意を新たにリンクルは旅を続けるのでした。